皆さまこんにちは私はクルンシーアセットマネジメントに所属しております豊牧裕樹と申します三菱 UFJ 信託銀行からの出向でこちらに所属しておりますこの度は本ビデオクリップにアクセスいただき誠にありがとうございますこれよりアイテア銀行の子会社であるクルンシーグループ唯一の運用会社である クルンシーアセットマネジメントの概要についてご紹介いたします今回のビデオクリップの内容はこちらのページの記載の通りになりますまずはじめに当社クルンシーアセットマネジメントの概要を簡単にご紹介いたします次に当社ビジネスのご紹介をいたします具体的にはミューチャルファンド個人の資産運用 プロビデントファンド対バ確定拠出年金制度プライベートファンド法人の資産運用のご紹介をいたしますそれでは当社の紹介に移ります当社はクルンシーグループの子会社の一つでありクルンシーグループの中の唯一の運用会社であります次に当社の株主構成です右の図をご覧ください当社は アユタヤ銀行の子会社ではありますが、アユタヤ銀行100%保有の子会社ではなく、アユタヤ銀行の保有比率は77%となっております。他の株主は、タ在住の方なら一度ご覧になったことがあるかもしれません。左の7チャンネル、こちらが13%。右にありますのは保険会社のアリアンツアユタヤで、こちらが10%になります。 当社の設立は、1996年12月で、今年の12月で創立25年目を迎えます。資産運用業務は、日本と同様に金融当局からの認可業務となっており、当社は資産運用に関する業務について、それぞれの認可を受けております。当社の企業哲学は、ホームページの左の通りです。 次に当社運用残高、マーケットシェア等をご紹介いたします AUM とありますのはアセットアンダーマネジメントの略で運用資産残高を表します2019年末時点での運用残高は5310億バーツ日本円換算で約1.8から1.9兆円となっております昨年末時点では 対資産運用業界内第5位の AUM となっておりますこれより当社の3つのビジネスについて簡単にご紹介いたしますまずはミューチャルファンド個人の資産運用に関することですそもそもタにミューチャルファンドいわゆる投資信託があるのかと疑問をお持ちのご覧の方もいらっしゃるかと存じます答えはありますこちらのページが当社で取り扱っている ミューチャルファンドのアセットクラスですアセットクラスは種類とお考えいただいて構いませんここはタイですのでアセットクラスはまずタイ資産とタイから見た外国資産に分類されますタイ資産には MMF のようなマネーマーケットファンドタイ債券、タイ債券と株式をミックスしたミックスファンドタイ株式、タイの不動産ファンドがあります 外国資産には外国預金に投資をしている単位型ファンド外国債券マルチアセットファンド外国株式ファンド金や石油などのオルタナティブファンドがありますこのように基本的な商品ラインナップがありタイでも投資投信への投資を行うことができます次にどこでミューチャルファンドが買えるのかということについてご説明いたします タイでミューチャルファンドの製造をしているのは分かった。それではどこで買えるのか。答えは、アユタヤ銀行の店頭窓口で購入することができます。本スライドの円グラフは、個人のお客様が当社ミューチャルファンドをどこで購入しているのかというのを表したグラフです。昨年末時点において、80%以上の方がアユタヤ銀行を通じて弊社投資信託をご購入されております。タイに居住しており、 ワークパーミット、アユタヤ銀行の通帳、タイのタックス ID をお持ちの日本人の方であれば、誰でも当社ミューチャルファンドをご購入できます。ただし、パスポート、ワークパーミットの有効期限にはご注意ください。次に、当社ミューチャルファンドの商品別残高をご紹介いたします。ご覧の通り、左にありますタイ債券が最も残高が多く、昨年末時点で、 1570億バーツとなっておりますタイのミューチャルファンドの特徴としてオレンジで囲んでおります LTF、RMF のような税制優遇付きミューチャルファンドがございます当社では両商品合わせて昨年末時点で1020億バーツを受託しておりますこれら税制優遇商品は購入した金額について 購入した年の課税所得から控除できるという制度ですこのような税制優遇付きミューチュアルファンドのセミナークルンスイタックスデイを御社従業員の皆様にご紹介しておりますまた当社では SNS をすでに活用しており当社 Facebook にはタイ語の商品説明をアップしておりさらに当社 YouTube チャンネル、LINE アカウントも開設済みです 御社従業員と運用についての会話になりましたらそういえば K サム、UM、で SNS やってるみたいだよと会話のネタにしていただければと存じますさらに当社 YouTube チャンネルは当社のマーケットビュー日本語字幕付きの配信を今年6月から開始しておりますこちらをご覧になりたい場合は YouTube でクルンスイアセットと検索していただき当社 YouTube チャンネルに入っていただきそこから プレイリストの中に、ジャパニーズ VDO が保存されております。そこから、当社の日本語字幕マーケットビューをご覧になれます。今後、当社では、このような日本語字幕付きの商品説明動画もアップする予定としております。次に、プロビデントファンドについてご紹介いたします。こちらのページが、プロビデントファンドの大まかなストラクチャーとなります。プロビデントファンドとは、台版の確定拠出年金制度で、 労使双方が毎月給与の一定割合を拠出する制度ですまずはじめに企業がプロビデントファンドの運用会社を指名します拠出金は緑のラインとなっていますが企業の従業員つまり加入者と企業が加入者のプロビデントファンドの口座に拠出金を毎月かけていきます加入者の投資するプランは企業の代表者 加入者の代表者で構成するファンド委員会で決定しますこのファンド委員会では拠出金率や従業員がプロビデントファンドに加入できる条件なども決定いたします右上のタイ語で書かれたカタツムリのようなロゴはタイ SEC のロゴですタイ SEC はタイの金融庁のような組織で SEC がプロビデントファンドの管理監督を行います プロビデントファンドの運用に関する監査は、第三者の監査機関が行い、プロビデントファンドの運用を担保します。次に、タイにおけるプロビデントファンドをご説明いたします。左のグラフをご覧ください。タイ全土で見た場合、プロビデントファンドを設立している企業数は、2019年11月末時点で、わずか2万554社しかありません。タイ商務省に、 登記されている企業をベースにプロビデントファンドを設定した企業の割合を見てみますと赤ラインで分かります通りわずか2から3%となっておりますご覧の皆様は日系企業の関係者の方が大多数だと思いますので日系企業の設定率についてご興味あるかと存じます右のグラフでそれを表しております赤棒左軸が2003年以降2019年まで プロビデントファンドを設定した日系企業数黄色右軸が設定累積企業数ですご覧のように2003年以前に約400の日系企業がプロビデントファンドを設定しておりますそして2019年末時点では累積で1400社の日系企業がプロビデントファンドを設定済みですなおこちらは当社が タイプロビデントファンド協会のホームページをベースに調査しておりますので、おりますので、すべての日系企業については調査しておりません。ご注意ください。今回の資料では記載しておりませんが、プロビデントファンドの強制化の現状について簡単に触れさせていただきます。タイでは高齢化が急速に進展していること、かつ社会保障が脆弱であるという背景から。 プロビデントファンドの強制化の議論が相当前から始まっておりました。このような状況を踏まえて、2016年後半の閣議にて、プロビデントファンド強制化の草案決定、および2019年末から強制化スタートという話になっておりました。しかしながら、対総選挙の遅れ、新型コロナウイルス感染発生前から、対経済は少しずつ悪化してきたことなどに伴い、 強制化法令の施行は2019年までに行われませんでしたそしてこの新型コロナウイルスによる経済悪化に伴い強制化スタートの時期は非常に不透明な状況となっておりますプロビデントファンドの最後として当社プロビデントファンドの強みについてご紹介いたします当社の強みは3プラス1ですまずはプロダクトの多さです プロビデントファンドを活用した資産形成をしっかり行うためには投資の選択肢が十分にあることが重要ですただし適切な投資の理解がなければプロダクトの多さ投資選択肢があっても意味をなしませんそこで加入者向けの投資教育にも力を入れております最後に個人の自己保険の付与を一定の条件の下で無料で行っております最後に 日系企業の皆様には私が日本人ネイティブスタッフとしてサポートいたしますプロビデントファンドはほぼタイ語の世界で日本人マネージャーの方の中にはプロビデントファンドについて理解することに供与されている方もいらっしゃるかと存じますその際はタイ資産運用業界でネイティブ日本語サービスを現時点では唯一ご提供している当社をご活用ください最後にプライベートファンド法人の資産運用についてご紹介いたします プライベートファンドはテーラーメイド運用をご提供するストラクチャーとなります。お客様と当社が直接契約を締結いたします。プライベートファンドの特徴はカスタマイズできる運用です。お客様のターゲットリターンや投資対象のニーズに対応したファンドを組成します。一方でお客様独自のファンドとなりますので一定程度の残高が必要です。例えば、債権ファンドの場合、 5億バーツ以上が望ましいと考えておりますまた法人の資産運用はミューチャルファンドでの運用も可能です当社サービスにご興味をお持ちの方はこちらのページにありますコンタクト先にお気軽にお問い合わせください今回のビデオクリップは以上となります最後までご視聴ありがとうございました